アイテム番号 SCP-598JP、オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-598JP はカバーストーリー、再開発、を用いて、民間人の立ち入りを防いでください。SCP-598JP につながるすべての道路には最低1名の警備員を配置してください。研究目的で SCP-598JP に立ち入る場合には、極力現金を所持しないでください。必要最低限の現金を所持してください。窃盗の前科がある D クラス職員を決して実験に用いないでください。説明 SCP-598JP は、県、市に所在する商店街と広場、及びその内部で生活する人型実態括弧以下。SCP-598JP、1括弧閉じです。SCP-598JP に侵入した人間は、SCP-598JP 内で販売している商品括弧以下。商品括弧閉じを、珍しいもの、ここにしか売っていないもの、であると感じ、購買意欲を強く刺激されます。実際、商品は SCP-598JP 以外では販売されていないものがほとんどですが、非常に高価です。これまで商品自体に異常性は認められていません。商品を購入した人間は、SCP-598JP を出た直後、不必要なものを買ってしまったことに対する気分の落ち込みなどを感じますが、一週間程度の間隔で定期的に SCP-598JP へ向かい、商品を購入するようになります。これは説得や軽度の拘束によって静止することが可能であり、一度静止すれば影響からは解放されます。適切な対処を行わない場合、最終的に購入者は全財産を商品の購入に費やし、窃盗や強盗などの犯罪行為に至ります。SCP-598JP、1が SCP-598JP の外部へ移動することはありません。また、商品を運搬する卸業者などの存在は今まで確認されておらず、すべての商品は SCP-598JP の各商店、移動販売者内で生成されていると考えられています。以下は SCP-598JP で確認された商品の一部です。完全なリストは文書 598JP、を参照してください。商品名、概要、価格、販売場所。キラキラ包丁。セラミックナイフに電極と LED 電球が埋め込まれており、食品を切ると電解質と反応して7色に発光する。19,800円、金物店。焼き芋カッコソーダ味カッコ閉じ。未知の方法によってサツマイモに炭酸飲料が浸透された焼き芋。D クラス職員に接触させたところ、芋の味と炭酸が合わず、美味ではない、との回答が得られた。800円、広場前移動販売車。秘密ペン。ブラックライトを当てると7色に発光するボールペン。未知のインクが充填されており、成分は分析中。680円、文房具店。生命の始まり、特別版。動物の交尾のシーンのみを撮影した DVD。特典ディスクと見られるものが付属している。23万、8000円、ビデオ販売店。モン、ペン。モン、というキャラクターのキーホルダーが取り付けられているサインペン。SCP-598JP のマスコットキャラクターであると見られ、関連商品が多数確認された。1000円、文房具店。インタビュー記録 598JP、の、日付2000、年、月、日。対象 SCP-598JP、1の1個体。八百屋の店主を自称している。インタビュアー、博士。こんにちは。いらっしゃい。おや、見かけない顔だね。まあ、ちょっと近くに用事があったもので。そうかいそうかい。今日はいいのが入ってるんだ。脳内これとか。レインボー人間、珍しいだろ。すごい色ですね。確かに珍しいですが。味は普通の人参と何か違うのですか？味？とびっきりに甘いよ。糖度いくつだったかな？まあいいや。なんせ珍しいんだよこれ。確かこれを作ってる農家が一軒しかなくてさ。ピーラーでささがきにして、オリーブオイルと塩コショウでサラダにするのが一番うめえな。ほう、それは美味しそうですね。
だろ？ほら勝った勝った。せっかくだし負けとくよ。そうだな。3本で1キューパかっこ1980円かっことぎだけど、2本おまけだ。どうだい？2本もおまけしてくれるのですか。仕方ないです。買いましょう。まあ、いどあり。ついでにこれもつけとこうかな。袋に虹色の大根が追加される。おやおや、すいません。いいっていいって、また来てよ。終了報告書、博士は当初、SCP-598-JP 内で商品を購入する意思はなかったとしています。人参と大根については異常性が認められなかったため、博士が接触しました。人参の糖度は平均的な値でした。博士。事件記録 598JP1 日付2000年月日 SCP-598JP を調査していた D クラス職員 D-598 録画指示に反し SCP-598JP 内のビデオ販売店にて編集済みを窃盗逃走した後に消失しました。以下は D-598-6 との更新記録であり事件発生前後の部分を抜粋したものです。では、その利類に置いて見せかられてください。いや、これめっちゃ欲しいんだよ。買えるだけの現金は持っていないはずでしょう。産業官の沈黙、ギアーコイするしかねえか。D-598-6 が、編集済み、思ってビデオ販売店を出る。警報器が鳴動する。かっこビデオ販売店の店主と見られるかっことに。SCP-598-JP-1 や。おい、待てガキ。店に戻りなさい。やだ。戻れと言ってるんだ。欲しいんだからしょうがねえだろ。SCP-598-JP の端下まで逃走する D-598-6 と追いかける SCP-598-JP-1 の足音が7秒間記録される。D-598-6 が SCP-598-JP の外部へ出た瞬間、消失。おい、お前らどこだ？さっきまで商店街の入り口にいたろ？先ほどと同じ場所にいます。状況を報告してください。商店街を出たらいきなり夜みたいになった。SCP-598-JP には戻れますか？戻れそうだけど。シャッターも閉まってて真っ暗だ。4秒間の沈黙。おい、商店街の方からなんか歩いてくるぞ。お前らか？いえ、違います。ではその場を動かないでください。こちらで回収。万引き悪い子よくない子。今のは誰ですか？物を買うにはお金が必要。お金がなければ物は買えない。物を買うにはお金が必要。お金がなければ物は買えない。ごめんなさい。お金がないならどうすればいい？お金がないならどうすればいい？わからないよ。わからないなら聞けばいい。わからないなら聞けばいい。ねえ、博士、どうすればいい？ここで稼いでお金を作る。商店街でお金を稼ぐ。ここで稼いでお金を作る。商店街でお金を稼ぐ。ありがとう、博士、僕、頑張るよ。どういたしまして。今日から君はここの仲間だ。ここは楽しいやーけど。今日から君はここの仲間だ。ここは楽しいやーけど。今日から僕はここの仲間だ。ここは楽しいやーけど。博士、D、598、僕ここは楽しいやーけど。博士、D、598、6ここは楽しいやーけーど。博士、D、598、6ここは楽しいやーけーど。笑い声が5秒間続き、更新切断。事件当時、博士を含めた、人が、と呼称された人物によると見られる影響を受けましたが、更新切断と同時に回復しました。尋問の結果、影響を受けたすべての職員が事件発生時の記憶を喪失していることが判明しています。の正体は判明していません。
この事件の後、D-598-6 は SCP-598-JP 内のビデオ販売店にて住み込みのアルバイトとなり、現在も勤務しています。D-598-6 に対するインタビューでは、初めからここで働いている、との証言が得られました。また、D-598-6 の部に以下の内容の姿勢が掘られていることが判明しました。残り598万。